植地勝明は、日本の政治家。神奈川県横須賀市長、横須賀市議会議員。植地雄介の父。神奈川県横須賀市吉倉町生まれ。父は、宮古島出身。横須賀市立泉小学校、横須賀市立桜台中学校、神奈川県立横須賀高等学校、早稲田大学小学部卒業。 大学在学中は新自由クラブの学生遊説会長を務めた。大学卒業後の1977年に株式会社に治療に入社するが、1978年2月から新自由クラブ、神奈川県連の候補を副委員長並びに田川誠一衆議院議員の秘書を務める。田川事務所では国会及び川崎市を担当した。百八十三年の 神奈川県議会議員選挙へ、宮前区選挙区から当時最年少で立候補したが、落選した。1987年の神奈川県議会議員選挙に横須賀市選挙区から出馬したが、再び落選した。2003年の横須賀市議会議員選挙へ立候補して、初当選し、以後4期連続で当選する。2011年、2015年の市議選で連続して、トップ当選した。 2017年3月28日、横須賀市役所で記者会見を開き、6月の横須賀市長選に出馬する意向を表明した。地元選出の小泉慎次郎の支援と、自民、民進、公明3党の推薦を得て、無所属で立候補し、参戦を目指した現職の吉田友人らを破り、初当選した。2021年6月27日投開票の、 市長選挙で再選、ありがとうございます。